キャス水色でーす。どうもーね。ということで今回なんですけど、昨日撮った島紹介、島の区画紹介の続きということなんですけど、今回は島を作る前にぜひやっておくべきこと、まあ、今更だしもう作っちゃってる人もかなりいると思うんですけど、区画何を作ったりか分かんないだったりとか、今半分ぐらいできてる、まあどこでもいいんですけど、別にもう終わるってとこでもいいんですけど、手直ししてたりとか、島を良くしたいな、もっともっと改善していきたいなって人が、完成前にやっておくといいことについて、ね、話したいと思います。今回ちょっとね、あつ森の画面というよりはウェブカメラを使って、少し紹介できたらなとか思っております。一応マップの作り方的な部分でちょっと話せたらなみたいな感じなんですけど、自分が、島を作る時でマップを作ってからやるんですね。どんなぐらいの区画というかスペース取りで島を、場所を生やしていこうかなみたいな感じで考えて作ったりとかするんですけど、今回そういう話ですね。やっぱりどうしてもどのぐらいの容量でスペースを取ったらいいのかとか、どのくらいのこう区分分けをしたらいいのかとか、結構分かんない人、悩む人ってまだいると思うんですよ。しかも、まだコロナ結構バーって来てるものの、やっぱり仕事とかがこう始まっていくじゃないですか。で、忙しくなったものの、やっぱりこう自分の規模だけでも平日祝日関わらず何百人って来てくれるし、まだまだ新規勢って結構いるのかなとか思ったりするんですよ。で、やっぱり時間ない人こそしっかりこう構造を練って作らないと時間が無駄になっちゃうじゃない。俺は結構効率中なので、やっぱりそれを考えるんだったら構図もしっかり作って、多少の手直しは入りつつもいいものを一回で作って、飽きてないんだったらもう一回作ればいいけど、やっぱり中途半端なものを作って、あ、自分ちょっとやだなって言ってさ、やめちゃうとかってちょっともったいないじゃないですか、せっかく面白いのに。なので、まあそういう感じの紹介でございます。で、まあ今回自分のがメインで紹介するんですけど、納豆さんとかもね、前構図見せてもらったんですけど、書いてやってるんですよ、やっぱりみんな。で、書かないで別にすごいの作れる人もいるんですけど、自分はこの家を今指しているじゃない、水色の、ここの区画だけはとりあえず今構造通り作って、で、あとはこう手直し手直しで、もう黒部屋の屋敷作ったとこから全部ずれたんですけど、それでもやっぱり新しく構造を作って再度手直しでやってきて、今ここまで来てるんですけど、あるとないとでやっぱね、段違いに速度が違うんですよ。で、最初にちょっと豆知識ポイントなんですけど、飛行場から見える景色あるじゃないですか。島紹介とかでよく冒頭にね、トゥットゥットゥーって飛行機から眺め映るじゃないですか。あれってどこがマスとして使われてるのっていうと、まあ、こんな感じなんですよ。飛行場からして右上斜めに 2.5 マスぐらい、進んだところが映るらしいです。で、まあまあ、自分の島を見れば、まあ、そうなってると思うんですけど、もしも飛行機からの景色を生やしたいんであれば、そこを、まあ、区画映えじゃなくて景色映えの空間に作ると、まあ、より映えるんですけど、今回はそんなのはね、無視して作っていこうと思います。で、まず、どっから作ったらいいのとか、それぞれ崖の作り方、滝の作り方とかっていうのは全部動画にしてるので、過去当時、言うと1週間2週間前なんですけど、その時できる限りの自分の説明をしたので、よかったらそっちも参考にしてくれると嬉しいです。で、それを見てくれたとか、まあ、そういうのは知ってますよっていう前提で、今回ちょっと構造を作っていくんですけど、構図もね、上から意識して作っていくといいかなと思います。はい、ということでね、いつもこんな感じの紙に、すごいちっちゃいんですよ、こんな感じの、ほいって、こんな感じのすごいちっちゃめの紙で、適当に、なんでぼやけたの、適当に書いてやってるんですけど、だいたいこのマップの四角形っていうのが若干横長、縦よりも横の方が長いし、砂浜とかを入れたら横の方が断然長いんですけど、砂浜っていうのは正直まあ陸地じゃないので置いといたとして、適当でいいんですけど、ヒューって、ほんと適当に四方がわかるぐらいの感じの四角を描くんですね。若干こっちの方が長いみたいな。ちょっと薄いな。ほい。って感じのね、四角形を作ります。で、そしたら、きっちり、やんないと難しいよって人は ABCDEF っていうのがあるじゃないですか。マップでいうとこの、こんな感じですね。ABCDEF。で、それと123456 というのを完全に、自分で区切っちゃっていいです。
適当でいいんだけど、まあ上目の位置でしょ？で、マス目が結構 ABCDF に関してはでかいので、これぐらいの1、2、3、4、ABCDEF と6ですよね。ここで ABCDF という感じで区切ります。で、横に点々点々点ってって感じで区切って、本当に気になる人は上位で点々点々点って点線つけてあげたいと。で、こっちの線もし点々点々点するんだったら、こっちは線ボールペンで書いて、中身は、鉛筆で書いたりすると構図ね、何度も何度も書き直したりするので、まあ、これ1回作っとくだけで何度も何度もその状況に合わせて手直してきたりします。で、縦も一緒ですね。縦も123456とか振っちゃっても OK です。若干適当ですけど、まあ、123456と振ってみました。で、これで、まあ、一番重要なのは、適当にこうやってさ、引いた時に中心からどれぐらいの感じで作るのって感じなんですよ。一応自分は、今回のマップがそんな感じになっちゃったんですけど、本当のベストとしてはこの辺に1、2、3っていうその9等分ぐらいして区画を何か作ると、安牌な区画映えが多分できると思います。まあ、もちろんそれを合わせてここで1区画、ここで1区画とか、そのつなぎは全部自由でいいんですよ。こうやってね、ここだけとか、こことか、こことか、こことか、で、ここ余ったのは丸、こことか、まあ、なんかちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、組み合わせは自由でいいんですけど、9等分してエリアとエリアを合わせていくとか。で、どういうふうに回らせるかなって考えたときに、例えば、まあ、ここが、飛行場の位置は結構正確に明記した方がいいですよ。自分の場合は2と3の間なので、この辺に位置するんですけど、飛行場がこの辺にありますよってなったときに、じゃあ今度、少しずれたところに案内所があるから、てん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 、ここですよね、多分。この辺に案内所がありますと。って言ったときに、あとは意識することとしては、道、どういう風に回っていくのかなっていうのを追記していくんですけど、一番重要なのが、崖とか滝よりも構図の段階では、道をどうやって通すのかなっていうのを、イメージするといいかもしれません。自分が前作ってた構図では、こんな感じで作ってました。一応、赤い、この点点点が坂で、黒い点点点が橋っていう感じで作ってたんですけど、ここが今、自宅ができてる、ここ、ありますよね。これがちょうどこんな感じで割と正確に位置したとこに作れて、見にくいかもしれないですけど、ちっちゃくて、一応ここに自宅あったのが、右上にある自宅なんですけど、本当はここを陸地にして、こっち左右池にしたかったんですね。でも、場所の兼ね合い的に、こっちを全部陸地にして、こっちを全部陸地にして、こっち側に池通したんで、今度黒部の屋敷作りたいってなったから、こう自然になるようにこっち側全部池にしたんです、この辺。で、左側にどん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 寄せてきて、左側にどん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 寄せてきて、この辺に黒部の屋敷ができたっていうような運びになってます。まあ、なんで、まあ、基準としては、自分はね、こう、案内所をちょっとあんまり近くにしたくないので、こういうふうに、こういうね、あえてずらすみたいな道のり作って、この横から、前のやつだとこうやってきて、一旦膨らませてこう来てこう来てみたいな。で、まずここで、なんだろうな、この辺に滝作ったりとかして、ここまで自宅まで行くよっていう感じにしたんですよ。で、こっちから橋渡ってぐるーっと回って、ここにまた何かスペース作るとか、こっちはね、行けないように一方通行の道にしたりとかしてたんですよ。まあ、全然今手直しして全く思い通りになってないんですけど。で、そうやって道を作った時に、例えば、あ、ここじゃ、色一緒でいいかな。ここ、何か、マップ作れそうだなって時に、ここに、階段マークとかって、自分で色変えてね、階段ですよとかって作ったりとか、あと、じゃあ、ここを目の前、川にしたいから、ここに河川があるんですよね、この辺に自分が。5番の上ら辺に。なんで、ここに川流すために、橋作れようかな、みたいな。ここ橋ね。とかっていう風にどん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 作っていくといいかなと。だからメインは道と橋と坂。これをどこに当てるのかっていうのがあると、自分がじゃあどの辺にこう崖を作ったらいいのかとか迷わなくなるんですよ。橋と坂の場所が決まってないと、橋どこにかけようかなって考え始めると、自分で地形を作ってって、この自分のこう FPS 視点じゃないし、見え方をいちいち見ながら
あ、こっちにあったらいいなとかっていうのを、もう本当にゼロから考えなきゃいけないじゃないですか。でも、例えば目印があったとしたら、この辺にあったとしたら、自分のマップを見たときに、大まかにこの辺にはこういうエリアを作れるんだなっていうのが、なんとなくイメージできるじゃないですか。なので、自分はこういう作り方をしたんですけど、ここでちょっと一緒に言っちゃうんだけど、もう締めなので、今回これでちょっと伝わってるから、まあ、構造を作ってみてねっていうような話なので、まあ、少しでも、まあ、それに近づいたらいいんですけど、一応、架線がここと自分、この辺にあるんですよ。そしたら、どうやって流そうかなっていうのを考えなきゃいけなくて、例えばこれをさ、こいつを、自分は自然なものを作りたいので、ちょっと意識してるんですけど、こいつをね、この辺から流して終わりにしちゃったら、この辺で流れるやつって止まれなくなっちゃうんですよ。こうやっぱり自然な流れがこうやってきて流れるっていうようなイメージをして作ると良きなんだけど、もちろんね、ここで途切れちゃってもいいんだよ。ただ、イメージとしては上流からこう河口に向かって流れてくるっていう、まあ、自然の摂理があるじゃないですか。なので、上目にこう景観の崖を作ったならば、崖から滝が流れてきて、まあ、こうでもいいし、こうでもいいし、流れますよとか。だから逆に言うたら、この辺から始まって、こういう崖、こういう滝で登ってっちゃうみたいなのは、あまり美しくなかったりするわけだよね。なんでかというと、だってこの辺がこうたまり場になっちゃうからさ、池とかだったらいいんですけど、こう、終わり方も結構大事で、こうやってさ、なんだろうな、上に登ってったとしても、こう2本のまま終わっちゃった、せき止めちゃったっていうのはちょっと微妙じゃない。それかまあ、河口に対してさ、こうやって、こう、海に開けるんだったらまだいいんですけど、こう一番上とかでね、ここでストップしちゃったよっていうのはダサいから、上にもし作るんだったらちょっとまあいびつな形の川を作ってあげるとかで、この辺にちょっと、まあ、和風だったらさ、こう低木とか、まあ、なんか石をさ適当に置くとか、まあ、そういう何か工夫があるとハートみたいになっちゃった、いいのかなってちょっと思ってます。でも自分はそういうのがあんまり好きじゃないので、できる限り上から下に流してくるっていうような感じで作って、でそれプラスで、なんで上から下に流すといいかっていうと、崖も上から下に作った方が作りやすいっていうのを動画で前言ったと思うんですけど、今回も自分そうしてて、上に崖作って下から、景色を眺めた時にどのぐらい見えてくのかなっていうのを意識しながら作ると、自分のこの辺のエリアもそうだったんですけど、こうやって見ながら作っていくことによって、このぐらいでいいんだなとか、どのぐらいまで崖があったらいいのかなみたいな意識しながら、ちょっと見えないよね、見えないと思うんだけど、意識しながら作ることによって、よりいい区画とか景観映えの景色が作れますよということが伝えたかったわけでございます。今回はちょっとね、手元とつたないメモ帳で終わってしまったんですけど、まあ ABCDF とか123456なくても OK だから、とりあえず区切ってこの辺に何を作ろう、この辺に何を作ろう、もっと言うなら3個 9等分でね、9等分して何を作ろうかっていうのを、自分の中で頭でちょっとイメージして、坂と橋と道っていうのをね、作ってみるとかなりよくできますよと。で、本当はもっと詳しくやりたいよとか、もうなかなか自信がないよって方は、これをマジ一生懸命やって、家の場所とかもこの辺に配置しようとか、博物館はこの辺にしようとかっていうところまで考えると、マジで間違いなく、区画映え、景観映えの景色が狙えると思います。装飾とかについては、こいつのね、今ポンポンって出たと思うんですけど、自分が昔出した動画、ちょっと前に出した動画について見ていただけると、ある程度装飾はねできると思いますので、まあ、本当に島国苦手だなとか、でも生やしてみたいなとか、いう方はぜひですね、こういう感じで作ってみるといいのかなというところで、ちょっと遅かれながら、島の構図、自分なりの作り方講座でございました。少しでも参考になったらね、高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではね、また次回の方でお会いしましょう。以上でした。バイチャ。